ラベナが果敢にリバウンド飛び込んだ。パスフェイク、カッティングは使えない。ワンレッグのフェイドアウェイはタッチショット。サードチャンスになりそうだ。メインデルが来る。メインデルリバースでブロック。セカンドチャンス。セバスチャンサイズ。しましたね。で後ろ真ん中でロシターがいる。さあチェイスしていく。うまく外からルーズボール争い。リバーサイズまた外で動かします。わあ、次来るか。そして安藤シュートのスリー。いやー来た。一点差。こういうところで来るんだ。最後の最後で。さあ、これはまずアンドシュート、さっき2-3継続。そして空いている。さあコーナー3来ません。須藤です。リバウンドが今手前に須藤がコーナーストップ。さあドリブルストップからのジャンパー、リバウンドで通った。これ流動争いでカードを出していく。1人なのにあんだけテールスカイプッシュして速い。ロシター、外が空いている。メインデルワイドオープンの3でしたが、これあーファールですか。上がありました。クリスの3本です。1つ落とした。今日ホワイトバージョンです、うん、2本目は決めています。これで同点69対69。1つ前に出るかアルバルク東京。オンボールスクリーンから、そしてイングリス、もう一つバスケットから距離を詰めました。あ、3秒だ。3秒バイオレーションを取られてしまいました。このペイント内に、この外だ、うん、アンドシュート。いいチェイスを見せている金海。スクープショット、いやーよく守った。さあアウトナンバー2対1だ。イングリスどうする。バックルは動きながら、あーっとターンオーバーだ。今度は東京がアウトナンバー。メインデルが来る。許させない。ここがミスマッチだ。ノーファール。おお、エナジーハッスルプレー残した。いやー、まずはウェリー・クラーク、そしてモリー・マンツーマン。スクリーンでスイッチ、ハードショー出てきた。空いた中イングリスもいる。コーナー3。左からオサカ・ベーダー、ロシアつなぎ役。メインデルドライブスピンムーブ。うわー、うまい。決めたー。いやーすごいですね。そして逆に相手トップ動かす。モリーのドライブだ。ノルク後ろからロシア、ここはボールに行ったアウトバーンス。さあこの1本重要なフリースロー、イングリス。さあ決めた、決めた。さあ1点差。ハンドオフ、アンドシュ、ああ坂部です。さあピックアンドロール、ロールマンに入れてバックドアカット。メインデルブロック、ノーファール。いやーよく決めた。かっこいい。ペンティングインターフェアになりかけたセバスチャンサイズ。プレーでしたね。ここです。そうですね、これさ、散々あの作り直しのプレーを左側に行くプレーをしてますから。はい、ラベナ、須藤大場選手を、さあ花道ができた。レイアップ。ピックスルートップから大阪部。リバウンドはメインデルが残して、よっしゃ。クラークが右から行く。これはセーフ、サインファール。ファールだ。ありますから。いや、ランタトスを切りそうだ。中にイングリスがいるんですが、いや、行った。繋いで、須藤、エルボーのジャンパー。いや、落ちて、ビハインドアップに関してはセーフする。ショットブロックの3秒。ここはワンストップ必要だ。うん、そうですね。ただ、インバウンズ前ですか、入れてからのファールになりました。あ、まあ、フリースローファールになってしまうとね、はい、フリースローが出会い。大阪でボーナススローです。一段と高一の。いやー、さあ、大阪でこのプレッシャーの中。リバウンド争いも大きいぞ。2本目を決めた。決めましたね。心臓だー。頭になっておりますね。さあ、キーファー・ラベナ、フリースロー。68.8% が今シーズン。弾かれた。取らないかによってトラップを仕掛けるかどうかも変わってきます。うん、そうですね。さあ、2本目。どうだ。仕掛けてみましたね。で、タイムアウト取ります。インバウンス。まずは、ラベナ。ゴースティングだった。そして、これはシュート前と認められる。そうですね、シュート前で、フリースロー打たせるってことですね。そうですね。はい。落とした。さあこれでどういったデザインにするか。今フリースローライン落としたか。須藤光也ホールディングのファール、個人4つ目。ファールコールでした。すごいな、サイズよく取った。ただ今日サイズも
2本落としています。8分の6、いやー、この決めて3点差、もうタイムアウトがありません、ね、決めて4点差、これは大きい。さあラベナがノーファールですね、ノーファールのノースリー、そのまんま3で、おお、入った。0.8 秒。トラップ仕掛けでもわからない。どっちが？これがブザーが先かファールが先か。これ見ますね。レビューしますね。1本外すみたいなシーンも、ね。これが個人5つ目のファールとなり、ファールアウトとなります。よく決めたこれ。須藤光也ファールアウトとなります。須藤光也。超絶みたいな中では何が起こるかわからないというのがこのバスケットです。さあこれを決めた、これだから次外しますよね、コートショットが限界ですかね、うん、どうだ、あ、決めてくるか、決めた、うん、3点差、ただこれ分かりませんよ、ここからタップのスリーはありえないか、両チーム素晴らしい激闘でした、勝ったのはアルバルク東京。